松あたる寺は、愛知県岡崎市松本町にある浄土宗の寺院。三号は、能見山。本尊は、阿弥陀如来。1560年、徳川家康が父、松平広忠母代のため、隣誉れ月光を解散として、本寺を創建した。手植の松が、緑深く、東方に伸長するのを見て家康は、我が記念に、あたるずる松なりと言ったという。ここから、 松当寺と名付けられた。広忠は一説に、天文十八年三月六日、家臣、岩松八夜に殺害されたと言われており、脳未源で、ダビに付された。慶長期に入ると、松平氏ゆかりの寺社は、家康の先祖に対する権威づけにより、自覚が高められた。慶長七年六月十四日付で、脳未、菅尾村に、主因地百国が寄進され、 慶長10年の広田田57回期に際しては、松病、拝殿、鳥居、玉垣をはじめ、傍中の清恵寺、全入院、最高院、総経院、低松院、林東安、アリーリアン、伝送安八会院に至るまでの再建工事が行われた。慶長17年1月26日には、大阪維新軍途中の徳川家康が、本寺に参拝し、銀舎、 自福などの配慮が許された。現名9年、将軍、徳川秀忠だと、徳川家光が上洛の途中で本寺を参拝。官営10年、徳川家光が大造営を行い、翌官営11年、常市臨時を受けた。文化2年、大使堂が混流される。1945年7月20日、岡崎空襲により、御病所と大使堂を除き消失。 1952年、現在の本堂が落成した。付近では老朽化した空き家の増加が進んでおり、この問題を解消するべく、2011年に地域住民や NPO 法人と松あたる寺横丁プロジェクトを開始。同年7月から路地や空き家を活用した松あたる寺横丁にぎわい市を年数回開いている。かつての夜の街は昼の街へと変貌を遂げ、 2018年現在、沖屋などの古民家12軒のうち、洋菓子店、軽食や雑貨の販売店など7軒が稼働している。愛知トリエンナーレ2013においては、本寺が会場の一つに選ばれた。最終日の2013年10月27日には、クロージングイベントまた会う日までが開催された。 愛知トリエンナーレがきっかけで初めてこの地を訪れた女性は一目惚れし一年かけて古民家を工事、路地に洋菓子店を開いた。以下の物件が市の指定文化財に指定されている。2018年4月3日、岡崎市教育委員会は下記の松平広忠子五病所について文化財の指定範囲を20倍以上に広げた。最近の調査により、 建造当初の構造が明らかとなったため。また、松平広忠公五病所は2019年9月1日に歴史的風地形成建造物に指定された。ありがとうございます。